コシャマインの戦いは1457年に発生したアイヌとワジンとの戦い。コシャマインの戦いを伝える文献は1646年に書かれたとされる白木の記録があるが、戦いから200年後の文献なので検証は必要と言われている。王人の乱のちょうど10年前の1457年に起きたワジンに対するアイヌの武装放棄。 現在の北海道函館市にあたる志小里の和人冶屋と客であるアイヌの男性の間に起きた抗論をきっかけに、お島半島東部の狩猟古社米を中心とするアイヌが放棄、和人を大いに苦しめたが、最終的には平定され、正木半形成のもととなった。製鉄技術を持たなかったアイヌは、鉄製品を公益に頼っており、 民やシ島半島から道南に進出した和人との取引を行っていた。しかし1449年の土木の変異後、民の北方民族に対する影響力が低下すると、民との交易が急激に衰え、和人への依存度が高まった。そこに、アイヌの男性が、志小里の鍛冶屋に小刀を注文したところ、品質と価格について争いが発生した。 怒ったカジヤがその衝動でアイヌの男性を刺殺したのがこの戦いのきっかけである。1456年に発生したこの殺人事件の後、首領古社前を中心にアイヌが団結し、1457年5月に和人に向け先端を開いた。イブリの向川か,から尻部市の余市までの広い範囲で戦闘が行われ、事件の現場である志小里に結集したアイヌ軍は、 小林義影の館を攻め落とした。アイヌ軍はさらに進撃を続け、和人の拠点である道南十二館の内中までを落としたものの、1458年に武田信弘によって七重浜で小社マインフ首が弓で射殺されると、アイヌ軍は崩壊した。この事件の前年まで道南に滞在していた安藤正規の動向などから、事件の背景に当時の北大海における、 南部氏と安藤氏の構想を見る、入間田則夫の見解や、武田信弘と、下国家星による、江戸地統一の過程を復元しようとする、小林正人の説がある。愛のと和人の構想はこの後も一世紀に、渡って続いたが、最終的には、武田信弘を中心にした、和人側が、支配権を得た。しかし、信弘の子孫により、正木藩がなった後も、 アイヌの大規模な放棄は起こっている。1994年より、毎年7月上旬、北海道上野国町の恵比寿王山で、アイヌ、和人の勇士による異霊祭が行われている。古ャマインに関するカテゴリー、ありがとうございます。